もう来年の自分から見られて、もうそうそうそう、そういうふうな生き方したよ、そういうふうな受験生活を送ってたよっていうような生き方をしてる、受験生活を送ってるって今言えるんやったら、絶対に成功は確約されてますよ。今日のね、目的は、モチベーションを上げる、ことじゃないです。言うたらモチベーションって上げることよりも、モチベーションって上がった状態で持続することの方が難しいっていう自覚は多分ほとんどの方がないわけよね。モチベーション上げた矢沢先生の話聞いた、めっちゃやる気寝るんちゃうか、よっしゃやる気出たってなったとしても、それ1日2日寝たらさ、いつもの状態に戻ってるやん。そういう状態をなくすのが今日のテーマです。じゃあ、その話をするにあたってね、3つのキーワードをちょっと話していきたいと思います。それが、セルフイメージ、ホメオスタシス、スコトーマっていう、この3つのワードを使って、モチベーションを上げるというよりは、モチベーションが高いところで維持するされるためには、どうしたらいいのかっていうのを、詳しく話していきたいと思います。じゃあ1個目からいくよ。はい、セルフイメージやねんけど、自分のイメージってあるよね。自分、私ってこういう人間、僕ってこういう人間って、なんとなくのイメージあるよね、みんな。その、イメージを、セルフイメージって言うねんけど、これを具体的に説明していく。この3つが解き明かされた時、あ、なるほど、モチベーションってそういう風になってんねやっていう風になるから。じゃあ自分のイメージってあるけど、例えば、定期テストいつも何点ぐらい取ってる、英語、学校の定期テストいつも何点ぐらい取ってる、60点ぐらい。例えば60点取るっていうのが自分のイメージやったとしたら、これがさ、下がってもうたらさ、やっべーっていう風にならん？その時にどうなるかって言ったら、多分、よし、次の定期テスト頑張ろうっていう風に戻ってこようとせえ。それって別に、よし、頑張って60点取るぜっていうか、いつも通りちょやろうみたいな感じだよね。それがさ、例えばいつも60点取ってる人間が、例えば80点取った時、ほとんどの人がここで80点っていう風に取っていけないんですよ。でも大学受験って今の自分より絶対高い、ところを目標としてるくない？やったらいつもの自分のままやったら絶対に到達することがなくない？ここで、俺がちょっと伝えたいのが、こういう精神的なね、40だったらうわやばいから戻ってこようっていう、この精神的なブロックのことを、メンタルブロックって言います。ほんでそのメンタルブロックは下はみんな想像できんだけど、実は上にもあんねんな。80点取ってもうたら、これね、また次いつも通り60点戻ってきちゃう。こうやって続いていかへん。この自分が60点ぐらいやねんっていうのがセルフイメージ、こういう人間やねんっていうのがセルフイメージ、自分がこういうのが自分自身なんだっていうイメージから離れてしまった時、気持ち悪いというふうに思うわけ。人って自分のイメージ、これセルフイメージでした。でもう一個、ホメオスタシス、漢字で書いたら常、に同じ状態を保つ性質のことを恒常性って言います。恒常性がある。例えば、体温を測るってなった時ね、36度ぐらいが平熱だとしよう。それがさ、37度、38度、39度っていう風に熱上がっていったらどうなる？汗をかいて36度に戻ってこようとするやんな。で、それ36度が35度、34度、33度っていう風に下がっていったらどうなる？体のエネルギーを燃焼させて36度に戻ってこようとするんやんか。36度が正しいんであって、38度も34度も正しくないね。36度、いつも同じ状態が正しいっていうのが恒常性。ほんでその状態にとどまろうとしている体の性質がホメオスタシスっていうね。 OK。 でこの2つから言えるのが、モチベーションが低い時とモチベーションが高い時って、みんな頭で考えたらモチベーションが高いのがいいやんっていう風に思うやん。でもいつも同じ状態が正しいっていう風に人間はインプットされてるから、それがよし矢沢先生の話聞いたからめっちゃやる気出た、頑張ろうっていう風に思っても、その調子でずっと続かへんのは、いつもこれが正しいっていう風にしてる体の性質が戻ってこさせようとするわけよ。だからモチベーションが高い状態で維持するってめっちゃむずいね。だってそれは異常な状態だから、熱出てる状態と一緒だから。自分のイメージがあって、そこから出たら上でも下でも体からしたら異常やねんか。このセルフイメージとホメオスタシスがある限り、自分の枠からはみ出られへんのよ。じゃあどうやったらモチベーションって高く保てるというか維持できるかって言ったら、自分がいやいや いつも60点の人間やけど、いやちゃうねんと、俺は80点取らな気持ち悪いねんっていう風に、もし仮にね、思い込むことができたら、つまりセルフイメージがここにあるけど、セルフイメージを上げることができたら、60点って気持ち悪いと思われへんっていう話だね。
いや俺いつも80点取ってる人間やし、うちの意味だよね、80点取ってる人間なわけよね。60点取ったらどういう気持ちになるんですか。やってもうたなと思うわけですよ。だから80点に戻ってくるんですけど、多分80点取ることをしゅ頑張って80点取ろうなんて思ってないんですよね。いつも通りやってたら80点取れるしっていうふうに思ってるわけです。それって頑張ってなくない。頑張っても無駄やねん、戻ってきてまうから。自分のセルフイメージ上げたら頑張ってる感なしにここに吸い込まれていく、ホメオスタシスがあるから勝手にここに吸い込まれていくねっていう話。頑張ってなくても人からしたら、え、お前なんでそんなできんのって言われてる状態が一番正しい。だから頑張らんでええから、まず自分のセルフイメージ、今ここかもしれへん、どこか分からへんけど、受かるのに当然なセルフイメージまで持ってこようぜ。そうしたら頑張らんでも結果ついてくるからっていう話。じゃあ3つ目の、このスコトーマの話に入る前にね、入る前に次の話はセルフイメージ、じゃあどうやってあげんのって話。セルフイメージ上がったら別に頑張ってる感なしに結果出るんでしょ、じゃあどうやってあげんの、セルフイメージどうやってあげんのっていう話を3つする。 OK。